どうもこんにちは。今回の電気自動車ニュースは、日本の三菱自動車が2023年度版にすでに発売している商用の軽サイズの電気自動車であるミニキャブミーブをなんと100万円台にまで値下げし、その価格競争力を高めながら、特にラストワンマイルとしての商用車セグメントの市場を囲い込む動き、そしてこの動きは日産と共同で発売する軽サイズの電気自動車とも連動している可能性。アウディのフラグシップ大型電気自動車 SUV であるイートロンが来年である2022年年中にも大規模なモデルチェンジが行われ、その航続距離をなんと 1.5 倍以上も向上させる公算、その唯一の弱点ともされていた航続距離を大幅に改善することで競合車種と比較してもさらに競争力を高める格好に、の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、日本の三菱自動車が2023年度までに既に発売している商用の軽サイズの電気自動車であるミニキャブミーブをなんと100万円台にまで値下げし、その価格競争力を高めることが明らかになってきました。まず今回の三菱に関してですが、日本の自動車メーカーであるのですが、同じく日本の日産、そしてフランスのルノーとアライアンスを組んで日産ルノー三菱連合という世界トップ3の自動車グループを形成していて、電気自動車という観点においては2009年に世界初の電気自動車である軽自動車セグメントの iMeeV の法人向けの発売をスタートし、さらに電気自動車における大容量のバッテリーだけでなくガソリンエンジンも搭載し、両方を併用して走行することができるプラグインハイブリッド車であるアウトランダー PHEV も発売し、こちらのアウトランダー PHEV に関しては現在世界で最も売れているプラグインハイブリッド車であるそうで、しかもその上直近においてはそのプラグインハイブリッド車2車種目であるエクリプスクロス PHEV の発売もスタートさせながら、完全電気自動車においても iMeeV に引き続きミニキャブミーブというよりワンボックスタイプの軽セグメントの電気自動車をラインナップするなど、実は電動化という観点においてはかなり積極的に展開している自動車メーカーであるのです。しかしながら、その世界で初めて発売を開始した完全な電気自動車である iMeeV の発売を昨年度である2020年度で完全に終了してしまい、商用としてのニーズがほとんどであるミニキャブミーブのみのラインナップとなってしまい、その販売台数に関しても月間で10台程度と、その販売台数はもはや空前の灯火であり、そして三菱に関しては直近の株主総会において、今後当面は完全な電気自動車ではなくプラグインハイブリッド車が環境性能においても優位性を示すので、そのアウトランダーやエクリプスクロスというプラグインハイブリッド車を中心とした電動化戦略を推進していくという方針も示しているのです。そしてそんな三菱に関して今回新たに明らかになってきたことというのが、その三菱唯一の完全な電気自動車であるミニキャブミーブの値段設定を現状の243万円程度からという価格から、2年後である2023年度までにさらに40万円以上値下げして200万円を切る、つまり100万円台から購入することができるような値段設定を達成する公算であるということが報道されていて、この値下げによっておそらく2023年時点においても日本市場で発売されている電気自動車の中で最も安い電気自動車という車種となっている公算となっています。ちなみにトヨタがすでに発売をスタートし、来年である2022年にも一般向けに発売がスタートする C ポッドに関してですが、こちらは165万円からのスタートですので、最安は C ポッドなのではないかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この C ポッドに関しては普通自動車カテゴリーではなく超小型モビリティという、テクニカルに言えば軽自動車に該当するといえば該当しているのですが、その実態というのは最高速が時速60キロに制限されながら、高速道路はもちろん走行することはできず、さらにその定員は2人に制限されてしまい、そして何よりもその安全基準が軽自動車よりもさらに低く設定されているため、果たしてそのような車両に自ら進んで乗りたいかといえば、個人的にはまだ軽自動車の方がマシではないかと考えてしまいますので、いずれにしても一般の方が一般的に使用することができる電気自動車という意味においては、今回の三菱のミニキャブミーブが最安の値段設定を達成する見込みとなっています。そしてあと2年後までにその値段設定を40万円以上も値下げするために、搭載されている大容量バッテリーを低価格の最新のものにリプレイスしてくるということで、やはり現状において電気自動車のコストのかなりの割合を占めてしまうその大容量のリチウムイオンバッテリーの調達コストをいかに低減することができるのかが、その割高とされている電気自動車の全体のコストを下げることに直結しますので、まさに今回三菱に関してはその本丸であり、電気自動車のコアテクでもあるバッテリーを
ッテリーの種類を見直すことを決定したということなのです。そしてその搭載バッテリーの種類に関する私独自の予測に関してですが、中国市場において現在そのシェアが急上昇中であり、しかも私自身も所有するテスラのミッドサイズセダンであるモデル3にも採用されている LFP という種類のバッテリーになるのではないかと推測していて、こちらの LFP バッテリーに関してはそのリチウムイオンバッテリーにおいてよく使用されながら、その調達コストや安定供給という観点で課題を抱えるレアメタルに該当するコバルトを一切含んでいないですので、その懸念点でもある安定供給、そして今回の報道でも言及されている低価格なバッテリーという趣旨にも即しているバッテリーの種類であるのです。そしてその LFP バッテリーの採用を裏付けるもう一つの根拠というのが、現在三菱とそのアライアンスを組んでいる日産が共同で開発中であり、一部報道では来年である2022年の4月から生産がスタート、そして2022年中には実際の発売がスタートするとも報道されている軽自動車セグメントの電気自動車の存在であり、こちらの日産の IMK というコンセプトモデルをベースにした KEV については以前の動画でも解説している通り、その値段設定が補助金を含めて実質200万円を切ってくるとも報道されていて、やはり今回のミニキャブミーブと全く同様に、そのエントリーグレードにおけるコストを最重要視してくるものと推定できますが、その低コストを達成するためにやはり同様に LFP バッテリーを採用してくる可能性があり、その LFP バッテリーに強みを持つ中国の CATL 製のバッテリーをいよいよ発売がスタートする日産のフラグシップクロスオーバー EV であるアリアから採用し始め、要するにそのアリアからスタートする CATL との協業関係というのは何もそのアリアだけにとどまらない、むしろ今後その値段設定を重要視しなければならない軽自動車セグメントの電気自動車、そして今回のミニキャブミーブに採用する LFP バッテリーに CATL が強みを持っているからこそアリアからその契約をスタートしているのではないかと推測することができるというわけなのです。したがってその安価な LFP バッテリーを採用することができれば車両コストの低減に寄与することができ、そしてその LFP バッテリーの弱点でもあるエネルギー密度の低さゆえの満充電あたりの航続距離の短さという点も今回のミニキャブミーブの現状の航続距離である150キロ程度を維持すると説明があり、そもそもこのミニキャブミーブというのは特に商用車としてラスト1マイルにおける配送トラックだったりなどという使用用途が想定されますので、別に満充電あたりの航続距離が150キロ、こちらの数値は日本市場におけるガラパゴス規格である JC08 モードというガバガバ基準ですので、最も信用に値する EPA サイクルにおける航続距離に変換すると概算値で80キロ程度とはなりますが、それだったとしても大きな問題とはならず、むしろいい意味での割り切りを実現することができているのではないかと考えることができます。いずれにしてもこのように今回新たに明らかとなった三菱の唯一の完全な電気自動車であるミニキャブミーブの値下げの可能性というのはやはりそのコスト面でネックとなっている電気自動車の購入、特に今回の商用車セグメントにおいてはさらに重要となってきますので、すでにその電気自動車のコストという意味で完全にリードしている中国勢に対抗するために、おそらく採用される中国製の LFP バッテリーを採用し、その価格競争力を少しでも高め、我々日本市場にもやってくるであろう中国製格安電気自動車という黒船に少しでも抗えるように準備を進めていくべきであると改めて感じることができるのではないでしょうか。2つ目のニュースに関してですが、アウディのフラグシップ大型電気自動車 SUV である e-tron が来年である2022年中にも大規模なモデルチェンジが行われ、その航続距離をなんと 1.5 倍以上も向上させる可能性が報道されました。まず今回のアウディに関してですが、すでに直近の動画でも解説している通り、なんと5年後である2026年からは新たなモデルを全て完全な電気自動車として発売、つまり2026年以降既存のガソリン車やディーゼル車、ハイブリッド車、さらにはプラグインハイブリッド車として新車を導入することを終了するというアウディの歴史に残る大きな決定を下していて、さらに既存モデルの内燃機関車についてもどんなに遅くとも2033年頃にその発売を完全終了する、要するにアウディの内燃機関車の最新モデルを購入することができるのはたったの5年後である2026年まで、そしてアウディ最後の内燃機関車を購入することができるのもたった
ったの12年後である2033年までということになりましたので、特にアウディの内燃機関車を今後も購入したいという方については、そろそろアウディ最後の内燃機関車の購入計画を立て始めても全く早すぎることはないというとてつもない電動化の流れとなっています。そしてその強力に電動化を推進しているアウディ初の電気自動車であり、発売されてからすでに数年が経っている中においても、未だに同セグメントにおいて圧倒的な販売台数を維持しているフラグシップ大型 SUV であるイートロンに関してですが、なぜこれほどまでに人気があるのかという点に関して最も可能性が高いのが、その電気自動車としての質の高さであり、特にその充電性能については充電残量 80% 程度まで最大充電出力である 155kW という高出力を維持することができ、その 80% 充電するまでにかかる時間も25分程度という圧倒的短時間で完了させることができますので、特に電気自動車専用の急速充電ネットワークが大陸全土に普及しきっているヨーロッパ市場においては、その充電性能が高ければ高いほどその充電ネットワークの恩恵を受けることができますので、やはりそのイートロンを積極的に選択するユーザーが多いのではないかと推測することができるのです。そしてそのイートロンについて今回新たに明らかになってきたことというのが、来年である2022年の後半にもフルモデルチェンジが行われるという情報となっていて、まず大前提としてこちらの情報は海外の自動車メディアであるイギリスのオートカーというメディアがアウディの内部情報として説明しているだけであり、アウディからの公式情報ではないものの、その車齢の長さだけを鑑みてもやはりフルモデルチェンジが近いのではないかと推測することもできると思います。そしてそのモデルチェンジというのがかなり大規模になるという点であり、現在搭載されているバッテリーパックやモーターなどの主要パーツを全面的に改良し、もちろん内外装についてもかなりの改良を加えてくると説明されていますので、やはりそのアウディのフラグシップモデルでありながら根強い人気を持つイートロンに対してよりリソースを割いてきたという点は非常に期待することができるのですが、その中でも特に目覚ましいのがそのバッテリーやモーターという電気自動車としての質に直結するコアパーツを全面改良したことによって、その満充電あたりの航続距離が大幅改善したという点であり、実はそのイートロンの唯一であり、それでいて致命的な弱点でもあったその電費性能の低さゆえの満充電あたりの航続距離の短さという点によって、国土が比較的狭く充電ネットワークが発達しているヨーロッパ市場以外の販売台数がそれほど伸びていなかったのです。実際問題として今回のイートロンは 95kWh という大容量のバッテリーサイズを搭載しているのにもかかわらず、その満充電あたりの航続距離は高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルにおいてたったの357キロと、もちろん空力性能という観点で分が悪い大型 SUV というセグメントには該当しますが、それでも 54.3 キロワットアワーというバッテリー容量を搭載したミッドサイズセダンであるモデル3の EPA サイクルの航続距離である423キロよりも短いということで、やはりその航続距離の短さで購入を諦めてしまう層も一定数いたのではないかと推測することができていたのですが、今回のモデルチェンジによってその航続距離が欧州で一般的に採用される欧州 WLTC モードにおいてなんと600キロを達成してくるというもので、こちらも最も信用に値する EPA サイクルに変換してみても概算値とはなりますが、なんと534キロ程度にも達するのではないかと予測することができ、現行の357キロと比較してもその航続距離を大幅に向上させることに成功する見込みとなっているのです。ちなみにこの534キロというレベルであれば、その競合車種たちである、例えば BMW が来年である2022年の春に納車をスタートする予定となっているフラグシップ SUV の iX については483キロですし、テスラのフラグシップ SUV であるモデル X は最大579キロだったりもしますので、いよいよその弱点でもあった電費性能の悪さを競合車種と比較しても互角レベルにまで高め、そしておそらくですがその強みでもあった充電性能についてもさらに進化させてくることも間違いないですので、もちろん現状でも競合を圧倒しているお膝元のヨーロッパ市場は当然として、それ以外の北米市場などにおいても十分に販売台数を伸ばすことができるのではないでしょうか。いずれにしてもアウディに関しては完全に電気自動車に舵を切ることを確定し、それとともにそのリソースを電気自動車に全振りすることによって、今回のようにさらに電気自動車としての質をより高次元に、そして競合メーカーよりもより短期間で高めることができますので、アウディがプレミアム電気自動車というセグメントにおけるリーディングカンパニーとなっていくのかもしれませんし、そしてその質の高いアウディの電気自動車である今回の e-tron をはじめ Q4
4 e-tron や e-tron GT など、すべて我々日本市場でも購入することができるようになりますので、その電気自動車としての質の高さを実際の実証実験においても検証していきたいと思います。アウディ、いってらっしゃい。